なんで教師辞めたんですかって未だによく聞かれるんですね。なので今回は改めて私が教員を辞めた理由についてお話ししようと思います。今日初めて話す内容もあります。そして後半では辞めてどうだったかということについてもお話していきます。今仕事を辞めたいと思っている人、それから教員を辞めようかどうしようか迷っている人、杉山のことをもっと深く知りたいよという方はぜひ最後まで動画をご覧ください。まずはじめに辞めるまでの流れをお話しますね。私は公立中学校に10年ちょっと勤務していました。臨時講師ではなく採用された教諭ですね。まあ公務員です。教科は音楽と社会科、2つの教員免許を持っていたので2教科を教えていました。まあよく言われるんですけど、公務員を辞めるっていうのはね、なかなか勇気がいることなんですけど、その理由については後ほどお話しますね。私が辞めたのは2018年3月、今から約3年前ですね。意外と最近だなって思う人もいるかもしれないし、あ、そんなに前の話なんだと思う人もいるかもしれませんが、まあ辞めるまでの流れとしてはですね、2017年の11月末、辞める年度の11月ですね、辞める年度の11月末に校長先生に言いました。これは人から聞いた話なんですけどね、教員とか公務員の人事って退職者がまず決まって、で行政職、教育委員会の上の方の人たちですね、偉い人たちが決まって、で校長が決まって、教頭が決まって、で一般職員が決まるっていう感じらしいんですよ。で11月半ばぐらいには校長先生から、もし退職予定がある人がいたら校長まで申し出てくださいっていうような通知が来るんですね。なので11月末頃に校長先生に言いに行ったっていう感じですね。で校長先生は人事権はないんですけど、教育委員会じゃなくて校長先生に言うんですね。で校長先生に言った時に止められましたかっていうこともよく聞かれるんですけど、まあこれね、人間関係の悩みとか精神的に病んでとかだったら引き止められると思うんですけど、私は理由として起業っていうのを伝えていたので引き止められませんでしたね。そして生徒とか保護者とかにはこの情報は絶対に言わないでほしいと、言うと動揺するから言わないでほしいっていうふうに言われました。まあこれはそうですよね。であとね、私は他の先生方にも基本的には言いませんでした。で校長先生には学年主任の先生に言っておいた方がいいですかって聞いたんですよ。そうしたら校長先生が、あ、関係する先生方には私の方から言っておくから安心しろって言われたんですね。で人事を発表する当日、職員室に紙がバーンって貼り出されるんですね。でそれを見て学年主任の先生がですね、なんで杉山さん辞めるのって言ったんですね。なんとですね、校長先生が言っておくから任せなさいと言いつつ忘れていたっていうことなんですね。で私辞める前には結構有給とか使って休んだことも結構あったので、事情を知らない学年主任の先生からしたらね、めちゃくちゃ腹立ってたと思います。なんでこいつこんなに休むんだみたいなね。で3月末にですね、で3月末卒業式の後ぐらいに新聞で教職員の人事が発表されるんですね。生徒はそれを見て初めて知ったという感じですね。ちなみに退職金はみんな気になると思うんですけど、4月の第1週には振り込まれました。教員の給料とか退職金については別の動画で出しているので、ぜひそちらをご覧ください。そして本題、辞めた理由ですね。最初に言っておくんですけど、不祥事とかではありません。 TikTok とかではね、よくお前クビになったんだろうとか言われるんですけど、そうではないです。理由は主に3つあります。第一の理由は音楽の仕事をしたかったからです。具体的にはね、ボイストレーナーとミュージカルの仕事ですね。あの公立中学校の音楽の授業ってそれはそれ楽しいんですけど、基本的にそんなにやる気がないっていう子が大半なんですね。荒れている学校なんか特にそうなんですよ。でそういうクラスに対して、じゃあこの曲やってみようかって言って弾いて、いやーこのクラスうまいね、いやプロ集団かと思ったよ、じゃあここもっとうまくするにはさどうしたらいいと思う、はい丸々くん、いやすごい天才だね、じゃあそれみんなでやってみようかっていうような感じで、モチベーションを上げて上げて上げて一緒にやってみて、いつの間にか上手くなっていて、いつの間にか音楽が好きになっているみたいな指導をしていくんですね。で先生方っていうのは基本的にたくさんの知識を伝えるっていうよりも、そういう教育技術とかテクニックを日夜研究しているんです。それはそれで楽しかったんですけど、それを10年以上続けてきて思ったんですね。もっと本気で、自分がもっと本気で歌が上手くなりたいっていう子たちに本気で歌を教えたら、どれくらい上手くさせることができるかなっていうふうに思い始めたんですね。であと自分自身ももっと舞台に立って人前で歌う機会を増やしていきたいっていうふうにも思いました。そういう思いが日に強くなっていったんですね。それで教員を退職してボイストレーナーの仕事をしたり、ミュージカルの舞台の仕事をしたりとか、まあいろいろなことをやっていたわけです。それが一つ目の理由です。二つ目の理由、あの教員ってね、いろんなところで学校の先生ってずっと学校の中にいるから世間知らずだよねって言われるんですよ。よくマスコミとかでも言ってますよね。今の私だったらそれに対して、
じゃあどうぞ、世間を知ってる皆さんやってみてください。ね、世間知らずじゃない皆さん、どうぞその経験値を生かして、自分たちで資金を集めて、自分たちの経験を生かして学校を作ってやってみたらどうですか。社会経験豊富なんでしょって言えるんですけど、これね、意外とこういうこと言われると教員的にはコンプレックスなんですね。なので私は教員時代からね、ずっと学校の外で学ぶっていうことをやってきました。何十万もするセミナーとかね、講座とかをたくさん受けて、東京の交流会とか勉強会にも何度も足を運んできました。で、具体的にはまあボイストレーニングとか舞台の勉強もちろんなんですけど、ブログとか SNS、 マーケティング、心理学、企業、ビジネスなどなど、いろんな講座を受けたり、いろんなセミナーを受けたりしてきたんですね。でもいくら学んでも、それが本当に世間で通用する力なのかどうかっていうのは分かんないじゃないですか。本当に自分のスキルとか能力が世間で通用するか、それを試したいっていう気持ちがどんどん強まっていったんですね。そして一番最後の理由は学校教育への不満です。これは今日初めて話す内容です。とはいうものの、まあこれだけ散々 YouTube や TikTok で教育に対して物申しているので、それは不満に思ってたんだろうなってみんな思ってると思うんですよ。でもね、これ1年前は言えなかったんですね。なんでかっていうと、私の最後の教え子たちがまだ1年前って中学生だったんですよ。でも最後の教え子たちが去年ね、中学校卒業したので、もう大丈夫かなっていうことでちょっとずつ言い始めて、今はもうそれが全開っていう感じになってるんですね。なので昔は言わなかったんですけど、もちろん学校教育に対する不満っていうのは相当ありますよ。10年以上我慢してきたんでね、まあ一緒に働いてた先生からしたらね、お前我慢してねえよ全然って言われるかもしれないですけど、まあこれでも自分なりにいろいろ我慢してきて、まあここが変だよ学校教育って思うことはたくさんあったんです。なのでそれを TikTok で発信していったらバズったと。そしてまあこれから YouTube でもそれを発信していきますので、ぜひ引き続きご覧ください。詳しいことはね、また後日だんだんアップしていきますからね。そして最後に、じゃあ教員辞めてどうだったかっていうことなんですけど、安心面っていう意味では、本当に会社員とか公務員っていうのはね、めちゃくちゃ安心ですよ。不安に耐えられない人とか、自分でね、こう開拓していけない人とか、もう毎月収入がないともう無理っていう人は我慢し続けるしかないです、組織の中で。会社員とか雇われ仕事をしていると、まあ毎月ね、一定の給料が入ってきて、まあそれが当たり前っていう風になってるんですけど、やっぱり自分でビジネスをやっていくと、山あり谷ありなんですね。まあもちろんガーッと行く人はいますよ。YouTube とかでね、もう起業1ヶ月後で月収200万とか言ってる人いますけど、そういうガーッて行く人もいれば、まあ普通の人はやっぱ山あり谷ありなんですよ。私は教員を辞めた後に、ボイストレーナーとか、セミナー講師とか、飲食業とか、いろんなビジネスを経験してきたんですね。もちろんうまくいった時期もあるんですけど、全く稼げなくて、下手したら収入がゼロ、むしろマイナスっていう時もたくさんありました。もうね、駐車場代が出せないから自転車でね、街まで行ったりとか、自転車で行ったりとかね、飼っているワンコのドッグフードを買うために自分はカップラーメンで我慢したりっていう、そういう時期も一時期ありました。生きていけるかどうか本当に不安です。でも誰も助けてくれません。しかもやっぱりボイストレーナーとかって人気商売なんで、もう私本当に生徒がいなくて貧しくて本当に死ぬ寸前なんですとか言えないんですよね。言ったらだって余計に人が離れていっちゃうから。そしてそういう苦しい時期にバイトしてしのぐっていうのもまあ一つの手だとは思うんですけど、結局それをやっちゃうとそれが忙しくなって、それで終わっちゃったりするんですね。そういう悪循環に陥らないようにするためには、どこかで本当に砂を噛むような思いをしてでもじっと耐えないといけないことってあると思うんですよ。私の場合、しかもそこにパンデミックも重なって、ボイストレーニングとかね、舞台の仕事は本当にほぼなくなってしまったんですね。でもそこをじっと耐えて2020年3月に YouTube を始めた。それがすごく人生を好転させるきっかけになりました。だからそういう精神的な耐久力がない人は会社で仕事を続けていった方が絶対いいと思います。どっちが辛いとか、どっちが大変とか、どっちが偉いとかっていう話じゃなくて、自分だったらどっちが耐えられるかっていうことです。そして最後の最後にですね、辞めて後悔したことありますかとか、教師に戻りたいと思うことありますかとかっていうことをよく聞かれるんですけど、それについては全く思いません。なぜかというと、今が一番楽しいからです。おかげさまでね、 YouTube ももうすぐチャンネル登録者数4万人いきますし、 TikTok でも12万人の方にフォローしていただいています。で、本当にね、毎日自分の言いたいことを表現して、それで、見ていただいて広告料をいただいてっていうことで、自分の好きなことをね、仕事にして生きていられるので、本当に今一番楽しいです。はい、ということで今回は私が教員を辞めた理由についてお話しました。よかったら参考にしてみてください。それではまた。